めでとうございます。寺福新井さんにお話を伺います。特別功労賞ということで本当に、はい、お疲れ様でしたという、ね、こともありますけれども、今どんな思いでいらっしゃいますか？はい、今回このようなこの大きな賞をいただき、とても嬉しく思っています。小さい頃から日本中の皆様に見守っていただけたので、こうして次の人生のステップに進むことができ、とても、はい、感謝しています。先日発表もありましたが、ちょっとお腹もね今ふっくらされていて、はいはい、第2子を、はい、ね、妊娠されたということでおめでとうございます。はい、ありがとうございます。体調面大丈夫ですか？体は。はい、おかげさまで、はい、大丈夫です。もう選手ではなくなって迎えた新年というのは、はい、今なんかこうどんな思いなんですか？はい、去年1年間ずっと続けるか続けないかということでずっと悩んでいたので、うん、心を落ち着かせて新年というのを迎えられなかったんですけれども、うん、今年は初めて穏やかな気持ちで新年を迎えられたように思います。うん、本当にそうですよね。表情を見ててもこう、はい、本当に、ね、穏やかな雰囲気が出てらっしゃいますが、はい、今日は2020、さらにその先を目指すアスリートの皆さん、はい、たくさん来てますので、はい、こういろんな経験をされてきた福原愛さんから、はい、何かメッセージがあれば、はい、アスリートの皆様に一言お願いできますか？はい、オリンピックの1年前ということで、皆さんすごく緊張感を持って毎日生活をしていらっしゃると思うんですけれども、体調に気をつけてベストなパフォーマンスをぜひ東京で日本中の皆様に勇気と感動を届けていただけたらなって思います。今度愛さん見る立場ですよね、オリンピックね。はい、初めてなので、はい、とても楽しみです。そうですね、はい、本当に長い間お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。皆さん大きな拍手をお送りください。福原愛さんでした。ありがとうございました。